んにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは東洋水産まるちゃんデカ丸じゃが入りコーン塩バター味ラーメンになります。見るからに冬向きな感じのフレーバーですね。ロングセラーの安定感楽しませてください。よろしくお願いいたします。東洋水産まるちゃんデカ丸じゃが入りコーン塩バター味ラーメンでございます。美味しそう。バターの甘くて芳醇で香ばしい匂いがもう漂っております。はい、それではまずは一口いただきます。いや美味しそうこれ。バターすごい、バターすごい。あーコーンうまい。はい、それではこの商品を楽しむためのポイントを参りましょう。この商品のポイント、はい、まずは味とボリュームの両方の満足をお届けするデカ丸から、冬にぴったりな満足度の高い一品。はい、ありがとうございます。満足度高そうです。はい、次、もちっとしたしっかり食感の食べ応えのある中太麺。今のところごめんなさい、バターとコーンに気が入っちゃって食べながら確認します。はい、次、野菜と魚介の旨味を効かせたコクのある塩味スープ。はい、美味しいと思います。うん、次、別添えのバター風キューブでバターの溶け出しの臨場感を演出。これ素晴らしい、素晴らしいと思います。はい、見た目も素晴らしい、演出も素晴らしい、味も素晴らしい、匂いも OK。 はい、どういうか、おしゃべりしながらいただきます。今日あんまりトークないんで、美味しい美味しい言いながら食べます。麺は正直あんまり、なんだろう、特別この商品だからっていう目立ったところはちょっとない感じではありますけれども、ちゃんとスープを拾ってきてくれるっていうところは嬉しいですね。うん、スープに溶け出してるコーンの風味とバターの風味、美味しい。コーンの甘み、バターの芳醇な感じね。うん、美味しい美味しい。強すぎず、むしろ控えめですかね、塩味は。うん、野菜の美味しさ出てますね。素晴らしい。あれですよ、これ皮付きのお茶がいっぱい入ってる。ホク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 、素晴らしい。美味しい。うん、美味しいです。いや、このバターの風味も舌を包んでくれる。美味しい美味しい。まあまあ量ありますね、これ。うん、麺が 90g ですから結構ありますね。あの、のビッグよりも麺の量は多いはず。なんだったら焼きそばの重量ですからね、麺 90g って言ったらね。大盛りです。お腹大満足。
コーンがうめえよ。コーンの甘さが、コーンの甘さがずっと感じられる。美味しい。うん。でこれわあバターの匂いが素晴らしい。ちょっと調べてみたら今年も登場っていうことで、多分去年も出てたんだろうなと思って、定番商品かなと思って買ってみて、その後よくリリース読み込んでみたら、1989年にデカ丸が登場して以来ずっと売られてるらしいんですよね。これずっと販売されてるらしいんですよ。だから超定番商品ということですよね。あ、そうなの？と思って調べてみたら、いっぱい出てくる出てくる、毎年毎年。これちょっとちゃんと追跡をして、調べて、ピックアップをして、来年出てくる時には動画でその歴史なんかをね、ちょこっとお話しできればと思ってます。はい。冬の定番ということ。コーン、バター、程よい塩。うまい。うまい。うん。これおじゃがもどんどん食べとかないと最後にかなり残っちゃう感じ。うん、おじゃがも美味しい。まだこんな残ってるんですけど、お腹いっぱいになってきました。すごいなこの量。うん、大満足じゃないですかね。これ一品でこれだけ美味しくて、これだけ量が。本当にお腹も大満足です。245円で、このコーンとバターの美味しさ、お茶がのホクホク加減、野菜と魚介の程よい塩、美味しくいただきながらこれだけお腹が満足できるって、すごいですね。はい。ちょっと、この後、眠くならないか心配です。お腹いっぱいで。これ残してもいいぐらいですよ。僕のお腹のサイズだと。普通の食事のつもりで食べると、僕のお腹の空き具合だと、残っちゃうかもしれないぐらいです。はい。ボリューム感。はい。残りこれだけになりましたので、一気にいただきます。うん。美味しかった。冬の定番のカップ麺っていろいろありますけど、またこれはこれで。個性的な商品ですね。うん。また次の冬のシーズンからも冬の風物詩としていただこうかなと思ってます。はい。ということで。大変美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。お腹いっぱい。はい、リスペクトタイムです。今回は東洋水産まるちゃんデカ丸じゃがいりコーン塩バター味ラーメンをいただきました。カップ麺リスペクト的にラップアップさせていただきますと、見た目も味もバターが主役っていう感じです。ありがとうございました。とても美味しくいただきました。バター、コーン、程よい塩、ベースの魚介、野菜の風味、美味しかったですね。見てる目の前でバターが溶け出す演出、舌を包み込むバターの風味、見た目も味もバターが主役でしたね。またスープに溶け出すコーンの甘みも良かったです。麺には目立った特徴がないんですけれども、それがかえって邪魔にならなくて良かったような気がします。幸せな気分になりました。また次回もお世話になろうと思います。というわけで今回は東洋水産まるちゃんデカ丸じゃがいりコーン塩バター味ラーメンをいただきました。今回も美味しいカップ麺をどうもありがとうございました。
カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。